皆さんこんにちは。2023年3月26日大阪市浪速区のエディオンアリーナ大阪で千秋楽を迎えた大相撲春場所、横綱不在、大関途中休場と異常事態となる中、平幕翠富士が10連勝するなど土俵を盛り上げてくれましたね。そんな波乱の春場所を制したのはモンゴル力士新関脇霧馬山が逆転で初優勝を果たしました。今回は千秋楽を振り返りながら、宮城の親方元横綱白鵬が侮れない存在と評した霧馬山について紹介しましょう。1996年4月24日生まれの霧馬山は横綱朝青龍、白鵬、玉鷲や春馬富士、さらには部屋付き親方である鶴竜と同じモンゴル力士ですね。霧馬山は遊牧民出身であるためか性格は穏やかだと言われています。相撲の取り組みを見ていると闘争心をむき出しにしている姿はあまり見たことがありませんね。相手が土俵の下に落ちて尻餅をついた時には霧馬山がさっと下に降りていって相手に手を貸し、颯爽と土俵に戻ったこともありました。師匠の陸奥親方元霧島も霧馬山について優しい力士と語っています。そんな霧馬山は羊を飼育する遊牧民の父親と看護師の母親、そして兄と妹がいます。霧馬山は8歳から一人で馬に乗り、父の仕事である羊の世話もこなしていました。15歳までは200頭の家畜と共に暮らしていたそうです。霧馬山が相撲界へ入門したきっかけは2014年に知人から日本で行われる力士テストに誘われたことでした。陸奥部屋で稽古を行った1ヶ月後、陸奥親方は来日した5人の中で一番センスがあったことと、親孝行がしたい、将来は日本に両親を呼びたいと言っていた霧馬山を弟子として受け入れることを決断。相撲経験がなかった霧馬山ですが、陸奥部屋に入門し2015年5月場所で初土俵を踏んでいます。序ノ口、序二段は各1場所で通過し、3段目に昇進した同年11月場所は7戦全勝で3段目優勝を果たしました。2019年3月場所で新十両昇進が決定し、2020年1月場所には新入幕が決定。陸奥部屋からの新入幕は2008年5月場所の白馬以来の偉業です。2021年11月場所は新三役となり、陸奥部屋からの新三役は2010年7月場所の白馬以来で、モンゴル出身では2015年3月場所の照ノ富士、玉鷲以来でしたね。外国出身力士としては2016年5月場所の改正以来です。そして2023年春場所7日目までに3敗を喫したものの、中日から調子を上げた霧馬山は14日目まで一度もトップに立つことはありませんでしたが、中日からの8連勝で優勝決定戦に持ち込んだのです。そして迎えた千秋楽、14日目まで2敗の大栄翔と3敗の霧馬山の直接対決となりましたね。この一番を霧馬山が突き落としで大栄翔を破り、優勝決定戦に持ち込みました。そしてその優勝決定戦でも突き落としで勝ち、連勝で逆転優勝を果たしたのです。昭和以降初めて横綱と大関が不在となった春場所でしたが、霧馬山が初優勝し関脇としての存在感を示したのでした。優勝決定戦では物言いがつき、どうなることかと思いましたが、優勝後のインタビューでは本当嬉しくてすごく緊張してますと語り、優勝を意識していたか尋ねられると、一日一番の気持ちだけと答えていましたね。さらに勝ちと分かった瞬間、どこにいるか分からなかった霧馬山らしいコメントが飛び出し、まずは親方に報告したいと語っていましたね。師匠の陸奥親方元大関霧島にとっても初めての弟子の幕内優勝です。大相撲春場所で12勝3敗で初優勝し、ここ2場所の勝ち星の合計を23とした霧馬山について、日本相撲協会は次の夏場所は大関昇進がかかる場所になるという見解を示しました。大関昇進目安となるのは三役で直近3場所の勝ち星の合計が33ですね。夏場所の霧馬山の活躍に注目が集まります。同じモンゴル力士として45回の優勝を誇る元白鵬宮城の親方は霧馬山について侮れない存在と言っていましたね。あの大横綱白鵬がそこまで断言する理由について見ていきましょう。春場所13日目、霧馬山について頭脳的な相撲が光ったと称していましたね。さらに今場所に入ってから
体重が6キロ増えたという霧馬山について、体重が増えたことで攻めでは圧力が増し、守りでは簡単に押されなくなった。まさに一石二鳥で、表情からも自信を感じると評した上で、うまさと力強さを合わせ持つ今の霧馬山の姿は、所属する道の久部屋付き親方である鶴竜の現役時代を彷彿とさせる。巻き替え、もろ差し、頭をつけての攻めも横綱鶴竜のようで安定感も出てきたとも語っていましたね。そして優勝争いは大栄翔が有利ですが、霧馬山の存在は侮れませんと、宮城の親方は霧馬山のまだ見ぬ力を感じ取っていたようです。そして宮城の親方が言った通りの結果となりましたね。宮城の親方が彷彿とさせると語った部屋付き親方、元鶴竜とはどんな力士だったのか紹介しましょう。2001年9月に来日、同年11月場所、16歳の時に初土俵を踏みました。鶴竜は井筒部屋に入門しましたが、2019年に15代井筒坂鉾が亡くなったため道の久部屋に移籍しています。鶴竜は幕内最高優勝を6回達成、殊勲賞2回、技能賞7回獲得し、2014年5月場所で第71代横綱に昇進しました。もろ差しと下手投げを主体とした相撲が得意とし、右4つになっても強く、4つ相撲一辺倒ではなく突っ張りや引き技も持っているため、基本的に組んでよし離れてよしのオールラウンダーでした。特に巻き替えからのもろ差しは、大師匠の鶴ヶ峰から師匠の15代井筒、そして自身に伝えられた伝統ある技術です。自身の引退後、稽古の映像を撮影して課題を指摘するなど、霧馬山へ熱心に指導してきた鶴竜は、優勝を成し遂げた霧馬山について、何より本人がいろいろ頑張ってここまで来たと、その努力を評価しています。霧馬山を称しているのは宮城の親方だけではありません。これまでにも親方衆や歴代力士たちから高く評価されてきましたね。2021年5月場所の取り組みを見た10代錦戸元水戸泉は、回しを取らせない考える相撲を評価し、2021年9月場所中には花田勝氏元若乃花のコラムで、腰を引くモンゴル相撲の癖が抜けて腰を前に出す大相撲の基本ができていると評されました。2022年7月場所中の北の富士氏のコラムでは、若隆景とともに動きの速い力士として名前を挙げられましたね。そして初優勝となった今場所、2023年3月場所では、日本相撲協会の八角理事長は、今日もそうだがどっしりとしてきた、駆け引きなく言ってだからいなせたというかはたけたと、相撲の内容を高く評価しました。このように多くの人に認められる霧馬山は、まさにこれからの活躍が期待できる力士ですね。そんな霧馬山の恋愛事情について紹介しましょう。現在独身の霧馬山ですが、過去に彼女とのツーショット写真が出回ったことがありましたね。しかし真相は明らかになっておらず、彼女なのか、どんな関係なのか、モンゴル人なのか、日本人なのかなどの情報は全く分かりません。その後他に熱愛報道や噂になった情報もなく、もしかしたらこの女性とお付き合いが続いているかもしれませんね。しかし初優勝した霧馬山は、夏場所で大関昇進に向け大事な場所となってきますね。さらに横綱昇進を目標に掲げる霧馬山は、しばらくは恋愛どころではないのかもしれません。初土俵から8年、ついに花開いた霧馬山の今後に期待が高まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。